風の塔のフリーズ。アテネフリーズとは、建築用語で、エンタブラチュアの中央の幅広い部分を指す。簡素なものもあれば、イオニア式、コリント式のレリーフで装飾されているものもある。円柱の壁では、フリーズの位置は、アーキトレーブより上、コーニスのモールディングより、下部になる。内装ではフリーズは、ピクチャーレールより上、カンムリモールディングやコーニスより、 下の壁部分を指す。講義では、フリーズは、絵画や彫刻、カリグラフィー等で装飾された横に伸びた部分を言い、上記の位置か、通常は目線より上に位置する。フリーズの装飾は、支柱によりいくつかのパネルに分かれて、連続した場面を表していることもある。こういった装飾は、漆喰や木彫その他の装飾形式による、動物、神話のエピソードに基づく、 ホイサレシュワラ寺院のフリーズ。インド。フリーゼ、パターンの例建築構造上。フリーズが建物正面にある例としては、アテネの古代ローマ時代のアゴラにある八角形の風の塔が挙げられる。風の塔のフリーズには、八人の姉萌のレリオフ彫刻が刻まれている。パルビノは断面図では突部になる。こういったフリーズは17世紀。 北部マニエリスムによく見られ、特に補助的なフリーズや内装、家具などに多い。フリーズの概念は、フリーゼパターンの数学的作図において一般化した。イギリス、バースのザサーカス。トリグリフォスト装飾的な紋章が交互に現れている。建築家、ジョン・ウッドによる。ありがとうございます。